はい、適当ですね。そして混ぜて、でもう一度洗っていきます。この中もやっぱり最初ですね、ぬめりを落としてからカビキラーを入れてですね、洗った方がいいですね。今回はお風呂の排水口の掃除をしてみようかと思っているんですけれども、どんな洗剤を使って掃除をするかと言いますと、今回はこちらカビキラーを使って掃除をしてみようかと思っております。もうただもう、こう塗り広げるだけみたいな感じですね。この蓋をこう縫い広げて、そして洗ったらこの上に上げていくと。このクッションゴム素材なんで、本当は塩素系良くないんですけれども、そんなに長い時間つけなければいいのかなと私は思って、そうやってたまに使いますね。ただ塗り広げるといった感じの方が近いですね、洗うというよりも。では次にこの中を洗っていきますけれども、バスタブ側からですね、先ほどカビキラーをかけた穴のところからシャワーで水を流して、その状態で洗っていきます。こういう感じでですね、シャワーで出してですね、そうすることでバスタブ側からこっちの排水口側にですね、水の流れができるので、この中掃除するとゴヨゴヨしたぬるつき汚れがたくさん出てくるんですけれども、なかなか抜けきれないんですよね。水をですねバスタブ側から入れてあげないと。そして先ほど作った自作排水口をブラシでですね洗ってきますね。ご覧の通りずーっと奥の方まで洗えるんですよ。反対側もですね、届くところまでしっかり洗っていきます。そして洗ったらこの周りも洗っていきましょうか。はい、それではこの中の方はまだですねカビキラー入れてませんので、ここにですねシュッシュッシュッと拭き取っていきます。はい、もう適当ですね。そして混ぜて、でもう一度洗っていきます。この中もやっぱり最初ですね、ぬめりを落としてからカビキラーを入れてですね、洗った方がいいですね。ではもう一度バスタブ側にもカビキラーをシュッシュッシュッと吹きかけて、これで15分放置します。はい、あれから5分ほど経過しました。この程度の汚れだったら15分放置する必要なかったです。5分もあれば十分ですね。ではシャワーで流していきます。これがですねバスタブの線の方のパーツですね。ご覧の通り綺麗になってますね。これは戻しますね。そして蓋、パーツ類もご覧の通りもう綺麗になってますね。はい、綺麗になってますね。戻していきます。そしたら戻して、はい、これで終わりですね。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。